親愛なる皆さん、私は女神イシスです。今日ここに立ち、皆さんと共にいられることに心から感謝しています。私の心は喜びと光によってあふれており、まるで爆発するかのような感覚です。この重要な時において、皆さんは地球の全歴史、現在皆さんが生きているこの世界がどのようにして形作られたのか、その真実の歴史を知る機会に恵まれています。しかし、これまで繰り返し語られ強調されてきた物語に安易に引きつけられてはいけません。皆さんは光がすでに勝利しているという信念を持つ必要があります。周りで見かけるもの、特に大劇場で起こっているような混乱を引き起こすための出来事は単なる仕掛けに過ぎないと理解し、そう信じることが大切です。皆さんはここに集まり、すでに起きていること、光が勝利しているという事実を語り合いました。しかし、家に戻ると耳にするのは全く逆の話ばかりです。世界には解決策がない、近隣で人々が亡くなっている、都市部が荒廃している、支配層が腐敗しているなど、不安を煽るような話があふれています。また、私たちが伝えている希望に満ちたメッセージを疑うような話を耳にすることもあります。ですから、皆さん一人一人に求められているのは、単純に周囲の言葉に耳を貸さないこと、それを鵜呑みにしないこと、それを繰り返さないことです。光の目を通して世界を見つめ、理解しましょう。このようにして、皆さんは真実を見極め、光に導かれる道を歩むことができるのです。すべての出来事には、光が働いているという考えを持ちましょう。例えば、戦争という暗く厳しい状況においても、そこには光の力が働いているのです。戦争がもたらす苦悩や破壊の中にも、平和への希求や人間性の回復などの光が存在します。また、亡くなった人々に対しても、光はその魂の旅を照らし続け、彼らの存在が残した影響や教訓を通して働き続けます。洪水や自然災害で全てを失った人々に対しても、共感や支援という形での光が存在します。これらの状況は多くの人々にとって疑問や困惑の原因となりますが、それぞれの出来事は何らかの形で光を放っているのです。しかし、皆さんは忘れてはならないことがあります。それは、皆さんが過去にまいた種が現在の経験として実を結んでいるという事実です。これは神による罰ではありません。神は純粋な愛であり、罰を与える存在ではないのです。皆さんの魂が発したエネルギーが、様々な形で皆さんのもとに戻ってくるのです。それは時には柔らかく、時には厳しい形で現れます。そのため、皆さんはすべての事象を、愛の心で見つめ、光を当てて考える必要があります。愛の心で問題を見ることにより、解決策が明らかになり、課題の理解が深まります。光と愛の視点で物事を見ることは、困難な状況においても希望を見出し、前進する力を与えてくれます。ですから、皆さんは光ではないもの、愛ではないものにとらわれず、常に高い意識を持って生きるよう努めるべきです。私たち女性は高次元の存在として、地球とその周辺で尽力しています。
地上にいるすべての人々に対して絶えず愛と思いやりを送り続けています。私たちは愛を発し光を放ち続けており、これは性別に関係なくすべての人々に当てはまる普遍的な真理です。父なる母なる神はその力を男性または女性のいずれか一方に与えたわけではありません。私たち全員は平等であり、同じ光と愛の存在です。しかし現在の宇宙の状況において、特に地球上では、女性の力が非常に重要な役割を果たしています。これは男性が生み出した様々な問題や悪事に対抗し、バランスを取るための努力です。ここでの男性とは、具体的には人間の男性を指し、特定の個人を非難するのではなく、人類全体の動向について述べています。私たちは現在、地球上の光でない支配者たち、暗闇をばらまく支配者たちに立ち向かっています。これらの支配者の多くは男性であり、彼らの行動は地球とその住民に多大な影響を与えています。したがって、私たちの使命はこの種の権力を終わらせ、地球からそれらの影響力を取り除くことにあります。これは困難な作業ですが、すでにその成果が見え始めており、この変革が迅速に進行していることを確認することができます。やがてこの惑星はより効率的に愛と光の中に入っていくことができるようになるでしょう。このプロセスを理解し受け入れることが重要です。皆さん一人一人が自身の力を信じ光を発し続けることで、この変革を加速させることができます。皆さんが放つ光の柱を強化し拡大することで、この地球上で起こっている変化は、皆さんが思い描く時間の枠内でより迅速に進行するでしょう。皆さんの信念、愛、そして光の力がこのプロセスを促進し、地球をより良い方向へ導くための鍵となるのです。皆さんは全ての人々が共に行動できるような安全な地球を実現する必要があります。この目標に向けて、その時が近づいているということは、私たちが長い間話し続けてきたことです。皆さんもこれらの言葉を何度も耳にして飽き飽きしているかもしれません。しかし、私たちはこの点については心配していません。なぜなら、私たちの目標は皆さんを闇の脅威から守り、安全を確保することにあるからです。私たちはその目標をすぐに達成しようとしています。そして、その時が来れば、すべてが動き出すでしょう。銀河系の兄弟たちが現れ、多くの人々に栄光の瞬間をもたらす時が来ます。彼らは数多く地球にやってきて、多くの光と愛をもたらします。皆さん、この状況を理解してください。今は真剣になる時です。難しい時期であることは間違いありませんが、光は最終的に勝利を収めるでしょう。光を信じる人々も共に勝利を享受するのです。そして、私から皆さん一人一人に花を預けます。私が直接花をお渡しするわけではありませんが、皆さんがそれぞれ好きな花を心に描けば、その花は私から皆さんへの贈り物となります。いつでもその花を手に取り、私に助けを求めてください。私はすぐに駆けつけるでしょう。この時に感謝し、光の中で前進しましょう。皆さんは、より明るく、より愛に満ちた未来に向かって進んでいます。
Thank you.